皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは愛知県の犬山でございます。なんちゅうとこにいるんだって話なんですけども、そこのバス停で降りました。犬山から乗ったんですが、この近くにね、明治村があるんですよ。そこね、昔から行きたくてですね、またマップにやられましたね。なんかちょっと前にですね、友達と青森っていうか東北の方に旅行してる時に、福島の餃子屋さんが閉まってまして、 iPhone のマップと Google のね、あのマップの営業時間が異なってるということでございまして、まあ、iPhone のマップの方また開いてしまったんですよ。例にもよってまた学ばないということなんですが、開いてしまいましてですね、そこには営業中と、もうそれを信じ込んでいまして、でバス乗り込んだんですね。明治村行きのバスは運行してますから、それ乗りましたところですね、発車スタートにですね、本日は明治村休館日ですと、はぁと思って、もうすぐ停留所のボタンを押しましてですね、降りたところがここでございます。調べたんですよ、バスの中でもね、あれ公式サイト、そしたらですね、なんか休館日になってました。またマップには営業中と書いてあったんですよ。まあ普段だったら休館日ではないことなんですが、まあ臨時休業みたいなのになっていたらしくてですね、何のために俺愛知まで来たのかなと思いながら、今犬山駅の方まで戻っている最中でございます。でね、その帰りの分のね、その特急列車の指定席も買っちゃったんですよ。変更しなきゃいけなくて、まあ変更は無料でできるからいいんですけど、ちょっとね、展望席取ったんですよ。でこの後の展望列車を調べたら、そっちは埋まってるんですよ。2時間以上あるんですよ、その特急列車。こんなところで待ってられないので、展望を諦めて普通に次の目的地に向かっちゃおうかなと思います。2時間分空いちゃってるんで、まあ2時間分ね、時間できて、その分その次の目的地は観光できるんですけども、そこまで時間いらないので、どうしようかな、ちょっといろいろ考えてるんですよね。ちょっとまた移動しながらちょっと考えますわ。とりあえず犬山駅に戻ります。特別車は1号車2号車で、座席は指定です。特別車には有チケットが必要です。2番車は名古屋大阪特急ただ行きで、1号車と2号車特別車の行きで必要です。ということで、名鉄で名古屋駅方面まで戻ってまいりました。左手側には名古屋のビル群ですね。いや、よく目立ちます。あれほど高い建物はですね、名古屋駅付近にはないので、もうあれが見えただけで、あ、名古屋駅だと、もうすぐ遠くからでも分かるような、そんな場所になっております。そして列車はですね、中央線、東海道本線との乗り換え駅、金山駅に到着でございます。左手側に見えますのは最新型車両ですね、315系が出発していきました。
ということで1時間乗ってきますか。犬山からブワーッと抜けてきましたよ。名古屋も抜けて犬山じゃなくて岡崎に着きました。東岡崎駅です。初めて降り立ちましたね。あの JR にもね岡崎駅があるんですけども、中心街はここですね、東岡崎。名鉄の方が中心地に近いところ泊まります。岡崎城もここから行った方が便利です。あと岡崎は東海オンエアかな、 YouTuber のところでもありますよね。ですのでここにマンホール、あの峯岸と結婚した哲也のマンホールがございます。普通に歩いてたらめちゃくちゃ歴史ある建物見つけたんですけど、岡崎信用金庫資料館ですって。これって完全に明治の作りですよね。レンガ作りになっていて、なんていうの、東京駅みたいな感じ、大正時代とかそんな感じですよね。なんか辰野金吾が設計してそうな、なんかそんな感じの趣のある建物でございます。これも相当歴史があると思いますよ。やっぱりそうだよ、あの登録有形文化財に登録されていて、景観重要建造物にもなっているみたい。旧岡崎銀行の本店らしいですね。しかもですよ、簡単無料ですって、資料館になってるからね、こんな立派な建物が。ちょっと関係なかったし知らなかったんだけど、少しだけ中に覗いていこうかな。どうせ時間はあるし、あの明治村行かなくなっちゃったから、まあ、明治というかそのぐらいの建物ですからね、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと思いますね。少し見学してこようと思います。いい体験でした。体験経験、あのですね、めっちゃ話、あのなんていうの、オーナーさんかな、めっちゃ話聞いたんですけども、あのフラッと入ったのが申し訳なくなった。あのこれをあの作ったのがですね、鈴木定司さんです。あのあれですよ、辰野金吾って有名ですよ、あの東京駅作ったあれのお弟子さんでしたっけ、が作られたみたいなんですね。で正面から撮ったのがこんな感じなんですが、なんか左右非対称ですよね。これね、あのめっちゃ話聞いて思ったんですけども、ここ東海道なんですって。旧東海道ですね、江戸から京都に向かう、ところです。江戸時代からある道で、でそこの、あ、分かりやすくはなっていうのかな、あのお堀だったみたいで、外堀、ほらあのこう見るとちょっと坂になってるけど、これ土で持ってんですよ。土で持ってでこの頂点でまた下がってるでしょ、これ。だからこの間がもともとお堀があったところなんですって。で、まあお堀にいても意味ないから、お堀よりちょっとずら、まあもともと橋がかかっていたわけなんですけども、その場所から見るとこのような形になるんですよ。左右が非対称だったのが今度は綺麗になるんですね。左手側のその屋根がてっぺんないんですよ。ただこっちから見ることによって右手側のものとその建物が左右対称に見えるといった、形になってるんですって。でこれをなぜこのようにして作られたのかっていうと、あのこっち側 の向きで向いてほしい、あの見てほしい。であのこっちが正面に見える、本当はあっちが正面なんだけど、こっちを正面にして見てもらいたいっていうのがあるらしくて、まあ、あの実際作った人がねそれを言ったわけじゃないんです。ただ憶測なんですけども、なぜそのように思うのかというと、こっち側をこっちに向くと岡崎城があっちに見えるんですって。で岡崎城の方に向けられてる。で鈴木定司さんっていうのはお父さんかなが、幕末の頃ですね、徳川慶喜に仕えていた、あの旗本の方だったらしくてですね、まあ、徳川に敬意を持って、岡崎城の方面に、この素晴らしいデザインを向けさせるように作ったんではないかというお話らしいですね。鈴木定司さんがあの直接そのようなことを言ったわけではないんですけれども、まあ、そのようにして作られたのではないかというお話らしいです。まあ、確かにそう考えると納得いくなと思って。でここ旧東海道なんですけども、ちょっとねあのここ横断歩道ないんで、あの気をつけていただきたいんですが、この右手の屋根と左手の屋根見ていてくださいね。この屋根をですね、あの注目してみてください。でこっからちょっと近づいていきます。近づきますとここの辺ですね、ほら屋根がどっちもすっぽり消えるんですよ。見え隠れができるっていうすごいあの芸術的なセンスがあって、これも考えられたんではないかという話ですね。スポッと消える、
うわ消えた不思議みたいな、そういうデザインを施したんではないかというお話らしいですね。めちゃくちゃ面白かったです。で、あのちょっとねレンガの、東京駅風に作られてた、僕がなんて東京駅みたい、タツノキングかなって思ったのは、タツノスキがあるみたいです。そのレンガの作り方がてか作りがそういう風になってるみたいです。で、わかるかな、ちょっとね膨らんでるんですよ、この膨らみ、あの白い部分ですね、これが膨らみかけてるか膨らんでる形がそう見えるよっていう話らしいですね。だからこれに似たようなレンガ、例えばこれから東京駅新幹線で帰るんですけども、東京駅もこのような形になっているということで、だからそういう風に見える、まあなんていうかな、立派だなって思えるのは、まあ、そういった技術が施されてるから、レンガに施されてるからそういう風に見えるんだよということらしいですね。ですので、この建物を見て、あ、東京駅みたいだ、タツノキングが建てたのかなって思わせたのは、多分そこら辺があるんじゃないかって、僕みたいに県外から来た時にパッと見で、あ、やっぱ東京駅はみんな知ってるから、え、これ東京駅みたいって言ってパッと入っていく人が大きいらしいです。聞いたところで話を聞いたら、やっぱりそういった辰野金吾さんのお弟子さんの鈴木誠一さんが作られたというお話らしいです。で、今僕が歩いてるのが旧東海道よって聞いたんですけども、あそこの銀行もともと銀行なんで、この辺馬の取り扱いとか、そういったものをやられていたみたいですね。問屋場みたいなところでして、あそこがね、城下町と宿場町の境目の橋だったみたいな、その場所に作られていたので、岡崎城からもよく見えた場所なんですね。人通りも多くて、今日は賑わってるな、そういう風に岡崎城からも見えたみたいでして、それが明治とかになって銀行とか郵便とかそういったものに通ったんですね。荷物を取り扱うところは変わらないですから、それが進化して今の銀行になったみたいな。